田舎しよう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。いらっしゃいませ。後ろの方も大きなお友達も皆さんありがとうございます。まんべんなくて手間振ってね。ありがとうございます。怖い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 、あららら、やってしまいましたね、クマも。あ、まあ、大丈夫、慣れたら大丈夫よ。 OKOK、 じゃあ皆さんにご挨拶しようかね。はい、では皆さん改めまして、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あれ、あら、なん、どうしたの、ちょっと、あら、あらら、あ、なんかイライラしてますね。あら、わかった、クマも皆さんの声がちっちゃかったけん、あらら、あー、まだね、声が足りてないと言うとりますね。もっとね、新年一発目だから、からから声を出せと言うとりますよ、皆さん。じゃあ皆さん、はい、お正月で蓄えた分の脂肪をですね、しっかり使っていただいて、いきますよ、もう一度ご挨拶いきます。はい、皆さん改めまして、こんにちは。こんにちは。元気がいい。あらら、あらら、大きすぎ大きすぎてびっくりしたね、クマもね。自分が言ったけんね、自分が言ったけんね、ありがとう、グーです、OK です。熊本サプライズ、熊本大隊長の熊本です。イエーイ、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして皆さん、新年明けましておめでとうございます。2018年、無事に迎えることができましたね、クマモン。ねえ、よかったね。いやいやいや、うん、何、あ、皆さんにお正月に何食べたか聞いてほしいって。あら、お正月これ食べたよって言う人います？あ、元気がいいよ、友達が手を挙げてた。何食べた？おせち料理とお雑煮。おせちとお雑煮、定番ですね。あ、グーって言ってるよ。美味しかった？美味しかった。あ、僕にもちょうだいって僕にもちょうだい。もう持って、もうないよね、もう食べたよね、全部。そりゃそうですよ、自分で買ってって今は君が使いたいって言ったらね、あるかもしれんよ、まだいや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 、クマもしっかり食べたでしょ。あなたも食べてないの？食べてないの？食べてなくてこのお腹なの？あら、あら、なんか随分ね、年末に比べたらね、年末に比べたら随分大きくなってるような気が。ほらほらほら、タルタル、タルタル、タルタルになってる。あ、そんなことない、そんなことないって、シュッとしよう。そんなことないと、シュッとしてるって言ってますね、クマモンがね。横から見たらね、結構太かよ前限定かもしれん、クマモンちょっと待ってて、ちょっと待ってて。これからに痩せていくとかな。あ、そうで、あ、そっか。じゃあしっかりね、お仕事頑張らんといかんですね。じゃあね、クマも早速なんですけども、はい、午前中にもありましたけども、例のやつを、まあ、なんかやる気ないな、やる気ない、ね、もうね、お姉さんがね、もう持っていきたいと言わんばかりに控えてよ。まだって、まだダメなの、まだ、いやいや、早くかかんとね、時間かかるでしょ、クマも。時間か、ジブラブランじゃないんだ、時間かね、かかるけど、手羽ね、手羽ほぐしてからね。あ、そうね、結構ね、手羽使うけんね。はい、そうです。今からね、知らないお友達もいらっしゃると思いますが、はい、新年一発目のクマモンスクエアということで、今から書き初めを行いたいと思います。
やいやもう早く帰ってって早く帰ってってもね、いい、はい、なあということでクマモン、また皆さんに見せるように書くと、あ、そうですか、じゃあ皆さんまずはですね、ちょっとクマモンですね、皆さんに見せないように書くので完成したらバンと皆さんの方にお見せしたいと思います。はい、いい、クマモン書けるかな。あ、その前にクマモン今年何年ですか、知ってます？あ、知ってる、何年でしょうか。わえ、何年、猫にゃんじゃないの今の、あ、うん、みんな分かってるよね、みんな分かってるよね。あ、あ、ちょっと待ってと、ちょっと待ってと、あ、お姉さん伝わらんかったけん、あら、何年ですか、あらら、あ、うま、あ、いるか、いるか、わかった、もう一回いい、もう一回いくよ、うーわ、はい、皆さん撮れました写真犬年ですね、犬年ね、そうです、そうです、あ、そう、犬なのね、犬なの、ちなみに猫は、猫、猫、あ、なるほど、速度が違うのね、分かった分かった、違いがちょっとお姉さん分からんかったけが犬年ですね、分かりました。じゃあ犬年の絵とをですね、今からこちらのキャンパスに描きたいと思います。はい、よっしゃ、くまモン画伯頑張ってください、よいしょ、はい、ということでですね、くまモンが今から真心を込めて書きたいと思います。はい、ちゃんとやり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 、ほら、そこは炭じゃない、炭じゃない、違う違う違う、確かに黒パックとね、お姉さんの髪ね、違う、こっちですよ、クマも、うん、そっち、いたずらせんでね、ちょっとね、いろいろ上の人に怒られるからね気をつけてね、垂れたらいかんよ、赤いカーペット黒くなっちゃうけどね、気をつけてくださいね、まあ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 、はい、でですね、これクマモンがもし失敗したとしても裏側にもう1枚あるんで大丈夫です、1回だけならいきますからね。さあ皆さん、ちょっとクマモンが書いてる間ですね、ちょっと暇かなと思いますので、私のトークにお付き合いいただきながらクマモンを見ていただけたらと思うんですけども、はい、じゃあどうしようかな、あ、クマモン初めて見たって方いますか、クマモン初めて見た、あ、結構いますね、あ、テレビに見たことある、あ、そうだよね、あ、いや、見たことある、紅白見ました、紅白、あ、紅白、ありがとうございます、はい、ワニマさんと一緒にですね、ちょっと応援にクマモンも行ってきたんですけども、クマモンですね、テレビで見たことあるって方多いと思います、生で見たことあるっていう方が結構少ないかなと思うんだけど、お友達初めて見たよね、くまモン初めて見た、くまモンはどうですか、すごい、すごい、お、どの辺がすごい、わかんないよね、なんかすごいんだよねな、あ、かわいい、あ、ありがとう、かわいいって、かわいい、あ、かわいいってすごいってことかな、すごいかわいいってことかな、あ、 ありがとうございます。そんなお友達はどこから来たの、今日は、京都、二人とも京都、あら、京都から、ありがとう、旅行かな、あ、旅行じゃない、あ、ちょっとおばあちゃん家があるとか、あ、そういうことね、ありがとう、京都から来てくれたお友達がいました、あ、じゃあお友達どこから来たの、おばあちゃん家が八代にあるんだけど、川崎から来た、あ、川崎、あ、神奈川から来た、あ、神奈川の川崎から来たんだ、ありがとうございます、あらら、しっかり答えてくれましたね、八代のおばあちゃん家に帰省してきたということですかね、ありがとうございます、そういうお友達結構多いと思うんですけども、あ、明日帰
入るんだ。明日帰るの、そっか、ちょっと寂しくなっちゃうね。うん、なんで、なんで、うん、なんで、明日帰るって、あ、嫌だ、嫌だって、帰らんでていいよ、帰らんでて、この方が寂しいかな。あ、26で来たからもういいやって。でも、くまほら、最後にくまもんで会いに来てくれとったかい。ねえ。ありがとう、ありがとう、嬉しかったみたいね、くまもんね。はよ書いてね。お姉さんのね、あのトークが続かないからね。あ、ありがとう。お友達がよう喋ってくれる。ありがとうございます。じゃ他に、あの、今日ここから来ましたって方いらっしゃいますか。あ、後ろのお友達早かったね。あ、うん、女の子のお友達、どこから来ました。大きい声でお願いします。福岡？あ、福岡から、ありがとうございます。お隣福岡から来ていらっしゃいます。ありがとう。ねえ、あ、あ、早かった。お友達どこから来たの。横浜ね。あの、みんな結構あの町の名前とかで言う方がいらっしゃるみたいですね。あ、横浜から来たんだ、ありがとう。くまモン初めて見たの。あ、見たことある。あ、くまモンのどんなところが好きですか。ほっぺが赤いところ。そうね、ほっぺ赤いの可愛いもんね。あれなんで赤いかわかる？わかんないよね、知らない方も。うん？あ、ほっぺだから赤い。そうね、当たり前やね。うん、確かに、これ実は理由がありまして、熊本ではですね、ちょっと有名な食べ物、トマト。トマトがですね、生産量が日本一なんですね。そのトマトの赤い色になるんですけど、くまモンが熊本の美味しい食べ物が大好きなので、トマトをたくさん食べすぎてね、ほっぺたが赤くなっちゃったのかなと思われます。トマト大好き。 ありがとう。そしたらね、熊本のトマト美味しいよ。あ、野菜の中で一番好き。よう喋るね、お友達。ねえ、お姉さんにとってはありがたいけどね。ぜひ熊本のトマトを皆さん、あの、一度ご賞味いただけたらと思います。お土産でもよかですよ。はい、他います。ここから来たよってお友達。あ、大きいお友達でももちろんいいですよ。ここから来ました。じゃあお姉さん、どちらからですか。今日誕生日で東京から来ました。あ、今日誕生日で東京から来られた。あ、東京の方ありがとうございます。あ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。いや、早く書いて。早く書いて。うん。祝ってくれるのありがたいんだけどね、もうお時間まであるからね、ちょっとね。あ、そうですか。お誕生日おめでとうございます。あ、そういう方もいらっしゃるんですね。なるほど。いや、そういうのどんどん出してもらってよかですよ。ちょっと時間稼ぎになるんで。はい、他にいますか。他にここから来ましたっていう方いらっしゃいます。海外の方聞いてみましょう。あ、あ、あ、お友達というか挙げてくれたね。どこから来たの。長野から。あ、長野から。あら、浅野方ここから来てくれましたね。ありがとうございます。くまモンは見たことある。どこが好き。珍しい、耳がくるっとしとるのが好き。なるほど、耳ね。あ、あの、その耳が好きなんだって。あ、ちょっと顔に対して小さい耳がね。あ、本当に、あら、やったねえ、ちょっと、あの、午前中になかったから安心してたんですけど、あの、おそらく午後のスクエアのことを考えてやらなかったでしょうね、くまも。しししじゃないって、お姉さんどうすんのこれで。この後ちょっとどうしたらいいか、くまも。ねえ、結構ついてますよね。うん、なに、やばいやばい。Ha ha ha!
皆さん気をつけてくださいね、本編本編気をつけてくださいね、黒く塗られますよ、本人赤いのにねえ、もうちょっとひどかですねいやちょっとこの後あのしっかりクレンジングで落としたいと思いますいやもうくまモンですね、こう見えてこうやってやんちゃな部分がある男の子なんですけども、一応熊本県の営業部長君違うという、2人目の被害者は出さないでね、あのこの後でお姉さんもねスクエアでお仕事があるからね、うん、ちょっとお姉さんはやめとこうね、うん、とできてるんですかね、調子してます、 あとちょっとですか、 あとちょっとみたいですね、あ、じゃあもう一人ぐらい聞こうかな、あ、海外聞いてみましょうか、 Where are you from? Where are you from? 台湾、台湾、ありがとうございます、台湾の方、台湾、あ、お姉さんだけみたいですねあら、意外と、あ、さっきですね、上海の方いましたけど、上海いますか、上海、上海、あ、ないですね、あら、チャイナ、チャイナ、あ、チャイナ、あ、ありがとうございます、じゃあ香港、香港、香港、あ、ありがとうございます、あ、でも少なかですね、日本の方が多いですかね、じゃあ日本人の方、あ、なるほど、よかったです、はい、僕も熊本県民です、はい、あの完成できました、完成しました、あ、まだみたいですねまだみたいですね、ね、お友達、さっきからお姉さんの顔ばっか見ようね、ね、どう綺麗になったお姉さん、あ、綺麗じゃないね変わってない、わーいじゃないで喜ばんで、変わってない、あ、変わらず綺麗ってことでいい、黙らんない黙んないでお友達、あ、ボディーソープで洗った方がいいってよどなたかボディーソープ持ってらっしゃる方いらっしゃいますか、あ、終わりました、あそこをしてるうちに、ありがとうご助言いただきました、はい、いやいや頑張れじゃないって自分がしたんでしょ、もういいおかけんね、じゃあ皆さんね待ち遠しくねしてるので、ぜひこちら見ていただきたいと思います、いくよ、はい、今年の干支は犬の日、おー、またこれは、忙しいな、いいな、なんだろうということで、あら、これまた超大作が完成しましたね、あらららら、あ、皆さん写真ば撮ってよかですよ、あら、じゃあ順番に行きましょうか、あのね、左右もいらっしゃると思うので、じゃあ右の方から行こうかな、はい、右の方から、じゃあ熊本とこちらの絵を一緒に撮ってください、正面から撮っていただいた方が綺麗ですよ、ありがとうございます、あらららららら、危ない、危ない、危なかった、危なかった、はい、可愛く撮ってあげてくださいね、あ、撮れました、オッケー、オッケー、オッケー、悲鳴が、悲鳴が、危ない、危ない、危ない、危なかったね、ね、せっかく作ったら大丈夫、当たってるよじゃあもうちょっと距離取ってね、クマも、じゃあ次、うん、うん、こっちの方ね、はい、では左側の方、こちら、はい、大丈夫ですかね、はい、どうぞ、じゃあ一緒に撮ってあげてください、はい、犬同士ですからね、犬って力強く書いていただいてますけども、クマも、あ、それ犬のポーズ、あ、それ犬のポーズね、はい、撮れましたか皆さん、 OK ですか、あ、動画の方もいらっしゃいますね、じゃあ、はい、じゃあ真ん中行きましょうかね、クマも、はい、それでは真ん中の方、うまいな、ほんとこんなもんですかね、動画ですか、撮れます、はい、ね、なかなかね上手に描けましたね、
午前中ちょっと一回失敗したんですけどね、今回は一発でかけた一発でかけたけど、すごくよくマモ、うん、じゃあね、皆さんにね、ちょっと感想を聞こうかなと思います。はい、じゃあくまモンのこちらエトにね、感想をいただける方、はい、感想を言ってくれるお友達、はい、誰に聞いてみる、誰に聞いてみる、くまモン、はい、あ、そうね、あのお姉さんを助けてくれたお友達に聞いてみようかな。じゃあお友達、このくまモンが書いたのを見て感想をお願い。前に出てきたね。あ、よく気づいたね。あ、そうなんですよ、皆さん見えます、そう、ここにも犬がいるんですね、ありがとう友達、ここにですね、ワンちゃんがちっちゃいのが入ってますね、そうです、よく気がつきました、ありがとう、犬2匹いるんですね、これ実は、はい、他にも感想言ってくれる友達、どうしようかな、あの前のお友達聞いてみようか、どうですか、絵はいるの、なんで犬はいるの、ね、そうね、犬の隣になんで犬がいるの質問なんですけど、おかしい、あ、多分きっとね、あの これ犬だよっていう主張じゃないかなって、あ、そういうことでね、あのこれ犬なんだよっていう主張かなと思われます、よかですかなかなか個性的な感想が来ましたけど、うん、ね、あ、他にもいますかって、あ、元気よかったね、じゃあ福岡のお友達どうですか、くまモンの書いたのはかっこいいって、かっこいい、あ、かっこいいって、あら、よかったですね、くまモン、いやいやいや、何がかっこいいってね、お顔かっこいいよね、ね、凛々しいね、あら、だいぶ練習したんですよね、くまモン、犬が、犬、犬、犬、なんで、なんで、僕はってくまモンかっこいいよ、くまモンかっこいいって、かっこいいよ、かっこいいって、あ、むしゃいよか、あ、はい、あの熊本弁でかっこいいよ、むしゃいよかって言いますね、むしゃいよかと言ってくれました、あらーもう照れて照れて、はい、ということで、これちなみにかとも何犬、これ何犬、あ、そこまで考えてない、あ、そこまで、あ、そこまでは考えてないのね、あ、なるほどね、いやいやいや、いい絵が描けました、よかった熊も、いや皆さん、はい、ありがとうございます、でですね、これだけではないんですね、実は子供の皆さんに午前中に描いたものと今描いたものどっちかを営業部長室の壁に飾りますので、それを決めていただきたいと思います、はい、じゃあ持ってきていただいたこちらが午前中に描いた方です、こっちが午前中、こっちが午後、今ですね、どっちを飾るか、これ1年間飾り続けますので重要な選択です、皆さんじゃあよく見て決めてくださいね、挙手で聞いていきたいと思います、あ、ドキ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 、どっちがいいのかな、はい、じゃあまず、じゃあお姉さんが持ってる方、午前中の方がいいという方手を挙げてください、はい、もういいですよ、自信を持って、あの自分がいいと思った方に手を挙げてもらって、どうですか、はい、じゃあ午後帰ってこっちの方がいいという方、わありがとうございます、多分ですね、うん、あの自分たちの前で書いてくれたからね、うん、あの特別感っていうのが足ってそうじゃないって、まあやっぱりね、でも壁に飾るけんね、顔が大きく見える方がいいかもしれないね、はい、じゃあありがとうございます、こちらの今書いた方をあちらの営業部長室の壁に貼らせていただきたいと思います、ありがとうございます、帰りがけでも見ていってください、ありがとうございます、よかったね、本当終わったね、あ、はい、ありがとうございます、じゃあよろしくお願いしますね、バイバーイ、バイバーイ、うん、何、うん、あ、うん、さっき、あ、もう一枚の方はどうなるのっけ、あら、
あ、なに、あ、ちょうだいって、あ、や、破るの、いや、破んないよ、もう一枚ってどうなるんですかね。もう一枚、あの、選ばなかった方ってどうなりますか。あ、使います、あ、使うようになって、何かしら使ってくれるみたい、今もよかったね。本当だろうなっていう目で見ないよ。もう大丈夫大丈夫、破ったりしないから大丈夫。うん、いやいやいや、なんでゴシゴシしてないかというとね、大丈夫大丈夫、大トイレとかに使わないから。大丈夫、心配しすぎよ、館長信じてね、大丈夫です、はい、ちゃんと2枚ともね、大事にしてくださいね、え、トイレ使われたらたまたまじゃないね。はい、じゃあ熊本ちゃん、お時間がね、ちょっと迫ってきましたので、はい、ね、締めはやっぱり熊本体操ということで、熊本体操今から踊りたいと思います。はい、じゃあ熊本行ってもよかったな、 OK ということで参りたいと思います。熊本体操ミュージックスタート。まずは熊本城のポーズからいきます、せーの、よかった、楽しかったです。今年もどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
くそー、ありがとうございました。熊本サプライズ熊本隊代表の熊本さん、ありがとうございます。またお会いしましょう。ありがとうございます。じゃあ熊本前のお友達とねタッチしながら次のお仕事に行きましょう。はい。